飛べタレント、滝沢秀明の決起集会、過去と未来の交差点。皆さん、こんにちは。今回は、滝沢秀明、41歳、率いる飛べ、トービーのメンバーが、注目の決起集会を開いた瞬間を探ります。飛べは設立からわずか半年が経過し、その勢いは加速しています。 しかし、滝沢秀明の表情には陰りが見え隠れし、その理由は一体何なのでしょうか戸べのメンバー、超高級中華料理店での集結。8月20日、都内の高級中華料理店の前に1台の車が停車しました。その車から降りたのは、濃紺のスーツを身にまとった滝沢秀明。 トベの設立者であり、日本のエンターテインメント業界で大きな影響力を持つ彼の姿は、約1700日ぶりに公の場で目撃されました。その変わりゆく姿には多くの注目が集まりました。同じくその日、三宅県、44歳、は自身の SNS で、初のトベメンバーによる食事会の準備をしていることをファンに公開していました。 そして、決起集会には、三宅県だけでなく、平野志陽さん、26歳、神宮寺優太さん、25歳、イムップ、元インパクトオーズ、のメンバーなど、話題の面々が集結しました。アーティストだけでなく、スタッフやスポンサー筋の関係者も出席し、戸べの未来への意気込みが感じられました。飛べの目指す未来。 トベは海外での成功を目指しており、そのためにメンバーたちは一丸となっています。滝沢秀明、平野紫耀、三宅健、神宮寺ゆうたなど、トベに合流したアーティストたちは、海外での活躍を夢見ています。イムプエのデビューシングルが世界同時配信され、北米唯一の日本語ラジオ局の番組にイムプエのメンバーがコメント出演するなど、 ト部は国際舞台に足跡を刻んでいます。このような海外志向を共有し一丸となって進むことがト部の決起集会の目的の一つと言えるでしょう。過去の因縁と現在の選択、驚きの一幕はト部の決起集会が行われた場所でした。その高級中華料理店はかつてスマブプへの解散危機器の際にも注目を集めた場所でした。 2016年にスマップが解散危機に直面した際、近藤正彦さんをはじめとする著名なアーティストたちがこの店で激励の会を開いたことがあります。その後、スマップは一時は解散を回避しましたが、約半年後に解散を発表しました。 戸べの決起集会が同じ場所で行われたことは、過去の因縁めいたものを引き起こす可能性もありましたが、滝沢秀明は過去に関かかわらず、新たな未来に向かって歩んでいるようです。滝沢秀明の影響力。滝沢秀明は、エンターテインメント業界において大きな影響力を持つ存在です。ジャニーズ事務所の子会社で社長を務めた経験を経て、 トベを設立しました。SNS のフォロワーは260万人近くに上り、所属アーティストの成功を支えています。今後、トベはオーディションを通じて新たな才能を発掘し、多くの人気アーティストを輩出する可能性があります。ただし、その一方で、滝沢秀明は多忙な日々を送っており、体調の心配もされています。 戸部の成功を目指し、彼は全力を尽くしています。決起集会の終わりに、決起集会が終わり、限界体制から解放された瞬間、滝沢秀明の表情には疲労感と達成感が交錯していました。戸部の未来への情熱と決意が、その表情に宿っていることが伺えます。戸部はまだまだ進化し続けるでしょう。 日本のエンターテインメント業界に新たな風を巻き起こす可能性を秘めた、戸辺と滝沢秀明の未来が楽しみです。結論。戸辺の決起集会は、過去と未来が交差する瞬間でした。滝沢秀明率いる戸辺は、日本のエンターテインメント業界に新たな風を巻き起こし、海外での成功を目指して一丸となっています。 その過程で過去の因縁を引き寄せる場所で集結しましたが、滝沢秀明は過去に関わることなく、新たな未来への情熱を燃やしています。滝沢秀明の影響力は絶大であり、戸部は今後さらなる成功を収めるでしょう。その一方で多忙な日々に身を任せる滝沢秀明の体調には心配の声もありますが、彼の決意は揺るぎません。 飛べの未来が楽しみであり、日本のエンターテインメント業界に新たな可能性をもたらすでしょう。